します。ゴッドバス後半今回来ておりますということで、映画ちゃんの国で16時間ということでね、やっていこうと思っているんですけれども、後半ね、今回映画でね、スピーカーやアトホルを含む、星5の、やっぱ正規とデジプト第2弾がね、ということでね、やっていこうと思っておりまーす。どうで、ね、先ほど言いましたけれども、今回もね、やらがちゃんのゴッドバス後半は弾いていこうと思っていますが、今回、まもなく90個。こちらを、ぶち込んでいこうかなと思っておりますよ、皆さん。で、狙いが、とりあえず新キャラのスピーカーあたりちょっとも積もりたいね、今回は。うん。俺の曲ゲーパーに入れたい。さあ、じゃあ、まあもうとりあえず弾こう。もう、金玉子だけでいいよ、マジで。うん。金玉だけでいい。来い。まず1回目。オーケー。あー、スタイルチェンジってあれか。あれだ、だから、要はだから、この、わけわかんない。闇のくせにだから、水が、なぜか上がるみたいな。あー、痛い。なんか、今のゴッドバスは多分ジーナと、ジーナ多分もう15回当たってる。その金にね、気持ちでいきますけれどもね。ああ、だからこれもでしょ？このビジュアルはすげえいいんだけどさ、スキルがゴミなんだよ、マジで。誰も使わないでしょ、正直このまんまだと。ぶっちゃけた話が。せっかく見た目がいいのに、多分使いたいって人多いと思うんですよ。ただ、このスキルと、このリーダースキルじゃ誰も使わねえから、マジで。うん。使いにくすぎんだよ。どこで使うんだよ、マジで。一回、そういうの考えた方がいいと思う、これ、マジでな。うん。え？なにこれ、竜ね。え、これ、これ何当たり？これ、当たりじゃないこれ。当たりじゃないか、これ。全ドロップを水、闇回復に変化。え？新フェスゲート、しかも、星6だ、これ。あ、これガチ当たりじゃん、これ。来たー！水の HP が2枚、攻撃が、なんか若干あれだったか、ソニア系、あれだよ、痛い、あれだよ、ソニア系の、ソニア系のなんか新キャラだよ、だから。ソニア系に似た感じの新キャラたちだよ、これ。やったー！今のガチ当たりじゃん、これ。さらにもうね、攻撃の手を緩めること、なんか金をね、引いていって、なんだこの狼みたいなやつ。セット海馬セットコロナブラスト、これもでも回復を日に変化だ、ドロップ変化だし、あ、火属性で結構使えそうだ、火パーティーで4属性で 3.5 倍だから割と使いやすそうではある。正直4属性で 3.5 倍ってぶっちゃけ詩人の劣化なんだけども、ただその色の制限がないっていうのと、あと OK、いや、竜で来たわ、マジで。あれ、当たると思わなかったの、フェスゲンのやつ。来た、金。ちょっとマジで、もう今日、マジガチで金引いてる。ああ！ウルドはもうね、多分これ4体目か3体目ですね。ウルドは。でも、金めっちゃ来てる、今回。ああ、まださっきのやつか、これ、なんかさ、見た目がすごいかっこいいし、なんか綺麗だからさ、なんか期待しないけどさ、てか使いにくいんだよ、こいつら、ほんとに。なんとか慕ってくれ、むしろ。なんかその使えるスキルにね、変えてほしいよ、正直。さあ、そしてさらに金。あー、メタドローンは多分もう通算で8体目です。通算8体目。この間もうモンスターポイントに変化するために何体か撃ったけど、当たったらもう通称8体目。まあ、でもめっちゃ金が今回来る。あー、これ多分あれだ、バーサークでしょ。あ、プロメテウスか、唐揚げくんの、なんか、進化系だよ。割と当たるやつだ。めっちゃ金出るな、今回。え、なにこれ？タナトス。暗黒の結界、なにそれ？
全然意味がわからない。割と初期のモンスター、今フェスゲン、あ、星4の進化系か今のやつ。あー、微妙だな。ただそんな中で金の流れを断ち切らない、これ非常に大事。あ、シャドウドラゴンナイト、回復を闇に変化すし、さらに倍の状態2ターン回復。今多分闇フェスかなんかやってんだろうね。レベルが30出てきたわ。なんか今回やられた初期モンスターバンド出るよね。また金ってか、多分今回金率多分 80% 超えてんじゃねえか。え、これはカストル、これは渡りでしょ、渡りやすだ。これ回復、邪魔、毒を闇ドロップに変化、自分以外の見たかスキンで多分一段溜まる。これ新キャラだよね、確かね。マシンタイプなんだよね。マシン神って結構珍しい組み合わせだけどね。さあ、ここで初めて銀、初めてでか、多分3回目の銀。多分サスキとかと結構似たタイプ、似た感じのスキルなんだよな。来たー！あー、また、いや。カプ。名眼機動流カッカブ、カッカブ。マシンタイプのリーダーモンスターか。闇炎ってでも結構属性はかっけえけど。最近なんかスキルさ、縮小のスキル持つ人めっちゃ増えたよな。俺スピーカーが欲しい、スピーカーが。あー、これも確か、いや違う、竜でした。竜でリタイル。これがね、神のご恩ですからね、皆さんね。できたらもうなんか種類違うやつが欲しかったけど。結構かぶるよってあるからね、さらにそして金。あー、俺この子好きでも。この子スコだわ。ルミール、まあ一体持ってんだよね。うん。こいつは、なんだっけ。あいつの、あのパーティーに使えるから、あのパーティー、なんだっけ。名前出てこない。あいつの、闇の、ラミエルは、あいつのパーティー、アイテムスパーティーに使うんだよ。パンドラじゃなくて、ドゥルガーパーにすげえ使えるから、もう2体目も全然ありだね。サブとして。うん。さあ、これ、あ、ごめん、ラスト、あっさり引いちゃったよ、もう。溜めようと思ったのに。いや、そして、最後はやっぱりソニアが出てくるんだな。やっぱ赤い糸に結ばれてるよ、俺たち。まあ、ぶっちゃけない。しかもソニアもう、多分これ5体目なんだけど。赤ソニ。まあ、バンバンフェスゲン当たっていたということでね。まあ、今回の実戦は、まあ、なかなか、いいモンスターが出揃ったんじゃないでしょうか、ということで、ちょっと当たったモンスターのおさらいをしていきましょう。なんと言ってこの竜で2体だよね。竜で2体。どっちもプラスついてるっていう。あと全体的にその、だからリーダースキルが微妙なやつが多かったけど、まあでも、割とでも充実したね、ガチャだったよね、今回ね。はい。アビスダークリング、もうスキルの名前がもう超かっこいいもん、俺。はい、ということで今日のね、今回のガチャのね、実戦も90個ぶち込んできましたけれども、なかなかの神引きができたんじゃないでしょうか。じゃあまた皆さんね、次回のね、ゴッドベース、パズドラ動画でね、お会いいたしましょう。さよなら。